こんにちは、かくすけです。やっていきます、マイタイムアットポルティア。またね、このゲームのチュートリアルを見せてくれました。今日はジンジャーちゃんと初めてのデートですからね、楽しみですね。ジェールさんの家まで迎えに行きます。告白はまだ無理として、トパーズを今回持ってるのでいい感じになるでしょう。ジンジャーちゃんはジンジャーちゃんは本が好き。おとなしいことをね、いろいろお話しすればいいんじゃないかなと思います。行き先は食べ物屋さんかな。うちに招待するのもいいけどね。うちに招待してこのスクラップスと遊んだりとかいいんじゃないかな。はい、はい、どういたしまして。エネルギー石は嬉しゅうございます。はい、撫でる。うん、よし。このゲームあんまりね、卵とかに価値を感じないからな。よし、こっちはいいとして、じゃあこっちは炭素庫の延べ棒を作り始めましょう。よしよし、鋼板はとりあえずいいとして、ファイバークロス燃料切れとは珍しいで、アルミステンレスもうガッツガッツ作ってるけど、うん30個やっちゃうけど、そんなに必要と思えないんだよな。インベントリーがフルだ。助手の収納箱にぐちゃっと入れちゃって、でクラフトする鋼鉄核のためにフレームを作って、うーん、2個でよかったよね。細すぎるとの方って2個でよかったよね。うん、よし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 。それではでもまだ必要なので、ん、どこだ、違うよ、こっちだよ。とはあ、またこれを作り直しか。大変だぞ。でも銅板がこうか。うん、銅板結構たまったね。でフレーム用に延べ棒が大量に必要だと。うん、溶接棒ももうしばらくはいいかな。ではでは、こっちも、ああ木炭が足りない。とりあえず大量に木炭作るか。20個。うん、では細すぎるぞ。預けに行こう。はい、すけくん踏んだ。やっほー、インタラクト。あ、昨日トレーニングさせなかったね。たまにはね、お休みもいいね。はい、行きましょう。あ、ずっと見ていられる、アックさん。あ、これが理由でアックさんずっとここで働いてくれるようになるのかな。うわ、ふん。と、トパーズ。はい。あ、最高のプレゼントだよ。ありがとう。あ、この二人と仲いいんだね。なんでだろう。どういうつながりかわかんないけど。アロ隊長はまあ最初にかくまってたのが、あ、スパリングしようぜ。スパリングしようぜ。よっしゃ、やってやるぞ。おりゃおりゃとりゃおりゃ。もうレベル差がもうすごいからね。これ仲良くなれたらいいんだけど、全然ならないね。やっぱ無理なのか。ソニアちゃん、うん、この季節はついつい雪うさぎを作って窓のところに飾っちゃうのよね。すごくかわいいわ。ソニアちゃんかわいいな。そういうところを見るとなんか嬉しくなるね。よし、コマースギルドはアルバートさんだっけ。アルバートさんではなく、どこに持っていくんだろう、あれ。手すりではなくこっちか。ポルティア完
なファッション、あれ多すぎるとこっちかな。で、港の方で何か発生してるっぽいですね。アントワンヌさんかな。違うね。普通のコマースミッション、ワイバークロス、今まさに作ってる枕か。あとはいえ先にあれをしないと受けられないんじゃないかな。あ、受けられた。枕2つね。あれ鋼鉄核、あ、鋼鉄核ポケットに入れてないからだ。よいしょ、ノラちゃんがいる。そっかそっか。はい。はい。鋼鉄核は、これか。はい。できますとも。うん、アクさん、切ない。と、では釣りではなく、あ、こっちでもいいんだ。あれ結局、あれあれ、さっきのイベントはなくなったの。あれ、なにこれ、誰のもんかわからないファイルが落ちてる。回収、謎の小包み。研究室の人じゃないかな、多分。うん、こっち行ってみよう。研究室か、学校かっていう感じだと思うんだけど、持ち主を見つける。うん、わかった。うわさん久しぶりじゃん。うん、ようこそ。そうよね、うわさん全然話さないから全然仲良くなってないね。アルバートじゃん、こんなところにいるんだ。すごいいい出来だよ、ありがとう。これで数日後にミントが帰ってきたらすぐにトンネル掘削を始められるぞ。ああ、君か。その、今日は全然社交的な組になれないというか、実はかなりまずい状況になってるんだ。なるほど、アルバートさんのクエストだったから、どっちかしか表示されなかったんだね。何かできることは？サンドロック出張から帰ってきたここなんだ。向こうでカフェに行ってね。食後のお茶がすごく美味しくて、ウェントエルスも可愛い子ばっかりだったんだ。そこは僕にとって完璧な場所だった。あのことが起こるまでは。女の子の一人が僕のファッションをバカにするのが聞こえたんだよ。君にとって驚く顔話かもしれない。でも僕は服にはかなり気を使ってるんだ。質素な感じを心がけてたんだけど、今回はさすがに落ち込むよ。そうだな、君に頼むとしたら、町のみんなが僕のファッションについてどう思っているか聞いてきてくれないか。わかった、全員に聞く。いやいや、さすがにそこまではいい。誰でもいいけど2人くらいは聞きたいな。今パッと思いついたとこだと、フィリスとソニアとか。うん、そうね、おしゃれな2人ね。誰でもいいとか言っといて。おしゃれな2人に聞きたいんだね。ガストはあの豚をよく、しつけてるみたいだな、かな。こんな寒い日に外に連れ出すなんて大したもんだ。うん、外に連れ出すのはしつけな気がするけどね。これは、リーは何かを、リーさん、珍しいですね。あ、ひょっとしてリーさんの本でした、あれ。今日はなんだかんだでいろいろ起きますね。10時からのデートを忘れないようにしないと。やっほー。あ、リーさんこのパターンね。パンプキンパイ。パン、元気ね、トディさん。あ、ソニアちゃん。こんにちは。え、アルバートどう思うかって？私に聞きに来たのは大正解ね。アルバートの見た目は別に悪くないわよ。でも、ジャンゴみたいな男の魅力に欠けてるのよね。A&G 建設は調子いいみたいだし、アルバートが普通の格好をしてる意味がわからないわ。もうちょっとお金持ち感は出せばいいのにね。ああ、そうなのね。うん。ソニアちゃんはジャンゴさんが好みなのかな、ひょっとして。
あ、リーさんどっか行っちゃったね。パンプキンパイあると思うんだけど。よいしょ。いろいろではなく、食料のとこに入ってるんじゃないかな。食べ物。うん。オッケー、リーさん珍しく渡せるよ、こういうので。リーさんどこ行った？多分上に戻ったんじゃないかな。うん、でもさっきの完璧なファッションの話だった。フィリスちゃんだなこれは。じゃあフィリスちゃんのとこ行きましょう。お金持ち感を出せという。別にアルバートのファッションいいと思うけど。でも本人も質素って言ってたもんね。アルバートのファッションをどう思うかって。そうね、こういうの別に興味ないんだけど、アルバートは身だしなみがきちんとしてていいと思うわ。でもそれがファッションと言えるかというと別問題ね。まだ未開拓って感じ。アーロみたいな武骨な感じでもなく、ガストみたいな気取った感じでもない。アルバートみたいな男は遊んでも面白くないのよ。バッサリいったなぁ。うん。うん、フィリスちゃん先生大好きだと思ったんだけど、そうでもなかったね。手すりは直してくれたかい？ごめんね。フィリスちゃん、トパーズをあげる。はーい。シュウさんは昨日あげたからいいでしょう。バキって言ったな、足が。残念でしたね、アルバート。リーさんどこ行った？あ、まだここにいる。とんでもない道を通っていく。リーさん、あ、今帰るところですね。いやー、珍しく渡せるよ。え？本当に強情だ？あ、もう一回。うん。はーい。プレゼントするよ。それ。これが欲しかった。ありがとう。すっごい嬉しそう。よかったよかった。で、多分、研究所の人か学校の人だと思うんだよね。あ、これ博物館だ。あ、よかったよかった。マヨリンさん違う？あー、妖怪の者たちはか。あれ、小包、小包ってアイテムには入ってないのか。うん、でも枕作るのと、え、じゃあペトラさんはどう？うん、あ、違うのか。あ、うん、分析中だったっけ。誰だろうな。レミとは違うと思うんだよな。やっほー。うん、あとは先生か市長か。ポールさんも違う。あ、でもメイちゃんもありえるか。はーい。トビー、遺跡の話？あ、砂漠の端にあるシワの農園に生徒たちを連れて行こうと思ってるんです。喜んでくれればいいけど、校外学習なんてめったにやらないんですよ。うん。トビーね。ポリー。違う？うん、違うか。ロリー、モリーは違うよね。うん、ペット飼いたいな。お魚さんとかね、飼えば。なあ、3人姉妹誰かちゃんと世話するでしょう。よいしょ。かわいい。ジャックかわいいな。よし、行こうか。誰だ？
ヒギンズ？違うと思うけど、一応全員に聞くよ。うん。はい。メイちゃんがいたな。ポールさんは違うと思う。メイちゃん？メイちゃん？あー、いろいろと信じられないことが起きたわよね。そうね、ほんといろいろ起きたね。私まだ来て1年も経ってないよ。気に入ったものがあったら言ってね。マーズさん、うーん、あれ誰だろう。ポールさん無視してしまった。まあ、違うでしょう。あ、おじいちゃん最近話して、あ、アリスちゃんじゃない？小説？あ、違うか違うか。うん、レシピのメモだったりする？ソニアちゃんは違うでしょ。ジャンゴさんは外で本を読んでたりするかな。あ、いた。ゲームコーナーも完璧。レシピ、まあ今どれも一緒でしょう。リベ肉のロースト久しぶりに来たね。ちょっとゲイル市長でしょ。うん、ね、あの才能と整った顔立ちは別だがね。うん、そこは似てるよ。いや思えないけどね。アルバートさん、アルバートさん、あ、黒だったりはしないよね。アルバートさんはまだ港の方にいるのかな。教会？エミリーちゃんあたりだとは思えないしな。誰だろう。いやー、アリスさん来たと思ったんだけど、リーさんは違うよね。うん、ノラちゃん。あ、はい、知り合いになりました。はーい。あれ誰だろう。でもいいね、こうやって一人一人とどんどんお話しするのも。あ、やばい、あー、ドキドキドキでした。よいしょ、オッケー。アルバートさんとか行きますかね。で、10時になったら行くぞ。このお二人は多分違うと思うんだが、ソフィーさん、うん、エミリーちゃんは今はいなくて、マクドナルドさん、ミントさんだったりするかな。ガストかもしれないな。ウワさんは違うと思う。うん、今日アルバートずっとそこにいるんだね。二人ともあまりをよく思ってないってことだよね。参ったな。でもサンドロックのウェイトレスはあえて気づかせてくれたのかもしれないな。僕みたいな魅力的な独身は人にどう思われているか知っておくべきなんだ。基礎もできていないのに家を建てるようなどんどだった。少なくとも知れてよかったよ。とにかく僕のために走り回ってくれてありがとう。これは今回のお礼だよ。キャロルに相談しに行こうかな。キャロルさんとそんな仲いいんだね。アイテムは違う？うーん、前向きでよかったですよ。誰かな。で、カラフルラマを倒したい。トディさん、久しぶりじゃん。今日朝すごい勢いで走ってたけど、あ、ちょっと
ちょっとそんな逃げないで。違う？あー違うか。ジンジャーちゃんガストさんあたりかな。10時になったらあっちに行く。よいしょ、おりゃ。よーし、木炭が大量にできてて、ファイバークロスをさらに作ります。ここ作れるね。オッケー。で、鋼材の板はなんとなく作ってって、炭素鋼の延べ棒を結構できてたね。で、こっちは木炭を作っておこう。あ、木材が足りないだぞ。そっか、今いっぱい使ったからだ。それではそれでは枕、あー、ファイバークロス。コマースミッションの方が短いから。コットンは足りるよね。ファイバークロスか。うん、はや、やっとできると思ったのに。そしてこちらですね。あー、のペポはまだか。まだまだ必要だね。10時になったら行く。マグネシウムの粉をこの辺に入れとくか。え、土がやってきちゃった。これ、あ、 A&C と書いてある。これはもうガストさん確定だね。あった、気づかなかったよ。これあったの。ちょうど今日ジンジャーちゃんとデートなので、どこに行けばいい？このまま行った方がいいね、まっすぐ。よーし。はあ、楽しみだ。あ、トートパーズあるよね。ふう、あげる必要。いらっしゃいますか。あ、入れる。ここはジンジャーちゃんの部屋？ガストさんの部屋？調べられないね。ザ・フライングピックスって書いてある。ルッソさん、うん、あと1時間。こっちの方がガスト、いや、ジンジャーちゃんだな。いや、ガストさんだな。あ、こっちがジンジャーちゃん。いや、どうだろう、市長かもしれん。こっちはダメか。あ、なんかいると思ったら救急だったか。なんか点があるけど、何なんだろうなって思ったら、あ、ジンジャーちゃん、やっほー。出ます。ルッソおじさまは私たち家族に本当によくしてくれるわ。開始しましょう。行きたいところはある？あ、博物館行こう。博物館行こう。話す、あ、うん、あ、ルッソさんに見られてしまう。待ち合わせ場所間違ったな。こんな神社ちゃん足は結構遅めだろうし、でも放っておくわけにもな。あ、ちょっとスケくん、ちょっと邪魔だよ。ちょっと待って、スケくん、ステ。あ、ペトラさんだ。博物館行こう。あ、神社ちゃん大丈夫？博物館行こう。
けるかな。いや、これはマップ向いてみよう。あ、ブランコか。うん、寝返りの木の下でおしゃべりだな。うん、おしゃべりしよう。博物館行けないっぽい。いいのかな、違うな。どうやってどうすればいいんだろう、どうすればいいんだろう。ジンジャーちゃん、あ、違うよ。え、どうすればいいの。座るんじゃない、座るんじゃない。ジンジャーちゃん、え、なんで、え、この木の下でおしゃべりしたいんだけど。何かできなかったっけ。あれ、あ、こっちか。やばい、12時になった。もちろん。さて次は雑談する。父がリボスとの戦争でルスおじ様と出会った話を聞かせてくれたの。戦争はもちろんひどいことだけど、自分たちの暮らしを守るために敵に立ち向かうことは尊いことだと思うわ。そうでしょ。そうか。あ、そうなんだね。戦争でルスおじさまと出会ったからあんな強いんだね。褒める。なんて言おう。君、家族は、どっちだろう。どっちも、体のことが、でも家族好きだもんな。家族は君のこと気にかけてるんだね。大切な人は親切な人たちが周りにいてくれてから幸せよ。褒める。意志が強いんだね。私のこと分かってくれてるのね。体が弱いから毎日の生活は大変なの。でもね、だからこそ一日一日を大切に生きようって思うのよ。ああ、いい子だ。プレゼント、トパーズ。はい、嬉しいよ、ありがとう。でもプレゼントよりも今まさにそれだよ。え、やばいな。他にも行かないといけないな。これはブランコぐらいしか行けないぞ。急げ急げ。置いてってもいいのかな、この感じ。あ、はい、ブランコで遊ぶ。ゆっくりの方がいいよ。ゲームは2ラウンド終わりになります。いや、そんなことしようとは思わないよ。リズムについてきて。え、ジンジャーちゃんすごいな。そうなのね。次は無茶しないから。あ、ごめん。やりすぎはいけないんだな。知らなかった。いえ、急げ急げ。忍者ちゃんちょっとワープしてくれるっぽいので、ちょっとこっち側に行きましょう。遊びましょう、ゲームで。急げ、時間がやばい、時間がやばい。よし、私の腕前見せてやろう。あれ、あ、ジンジャーちゃん来てない、ひょっとして。ジンジャーちゃん、ジンジャーちゃん、ジンジャーちゃん、やばいぞ。あ、おいでおいで。やっぱあんま早すぎてもダメなんだね。やばいな、2時になっちゃうな。いやー、どこで、そうだな、研究所で待ち合わせが一番いいかな。ちっちゃちゃん来るかな。2時になったら終わり。あー、終了しちゃいましたか。そうですよね。微妙だったわって言われそう。絶対言われるな、明日。嬉しいよ。
相変わらず下手だ。勝手が分かってなかったからね。そうか、ブランコ。そうね、合わせてる間にちょっとゲージ上がってたからね。うん、ちょっと考えれば分かったことだったな。完成だ。と、種が出てないね。しまったなあ。夜が更けてる。そうだ、やばい、出ちゃう出ちゃう。おやすみなさい。さあ急げ、ひょい。おやすみ。ギリギリというところで今回これで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。